2月29日、大谷翔平選手が結婚を発表した。めでたい。何年も前からどんな人と結婚するのかと何度も話題になったが、いよいよか。まだ詳細は何も発表されていないタイミングでこの動画は撮っています。明日の取材で相手とか語られるだろうから、この日本中がワクワクしているタイミングのヤフコメのナイスなコメントやキモいやつらを記録しておきたい。ここ最近のスポーツニュースの中で一番驚いたかも、噂すらなかったのに。そうなの、これが本当にすごい。大谷なんて日本のマスゴミが追っかけ回すだろうに、この SNS 全盛の時代によく隠し通したよな。お相手は卓球の石川佳純さんという噂ですが、相手についてはいろいろと噂されているが、石川佳純とかバレーボールの加納舞子とか、なぜかユリアン・レトリーバーを挙げる声が多かったな。さあ果たして。驚いたしおめでとうという思いです。いらんことすんなよクソ週刊誌ども。そう、週刊誌はマジで日本の宝に近寄るが、最近もサッカーのアジアカップを盛大に妨害してくれたからな。めでたい。大谷さんに限っては特別に好きなだけ奥さんもらってバンバン子作りさせてほしい。日本国の未来戦略、少子化対策、優秀な DNA 保存。はい、キモい。本当にキモい。よくこんなキモいコメント思いつくよな。俺が大谷狙っていたのに、キー。こういうキモさはね、すがすがしいっすよね。さあ果たして明日はどのような発表になるのか楽しみですね。チクでした。